い、間ができた、間が。この前やだよ。久々すぎる。あ、そうだ、カズさんだいぶ久しぶりだね。1ヶ月以上から、1ヶ月に1回みたいな感じですよね、僕。レア、月1。はい。しかもごめんなさい、髪の毛何にもやってない。伸びた伸びた、めっちゃ伸びた。みんな久々だっつうか、俺先週も先々週も出てるような気がするんだけど、はい、レア、レギュラー、レギュラーだよね。今日白いよ。今日白い。ほんと今日白い。今日白い。清楚系で。でも意外と、近くで見えたら焼けてるんですよ。もうすでに焼けた。はい、え、もう焼けたんですか。もう焼けた。この前地元帰って、はい、久々に行きつけのイタリアン居酒屋行ったら、はい、そこの仲いい同い年の店長が、はい、もうすでに4店舗出してて、おすごい、あ、もう成功者だと思って。なんか負けた、はい、まあ、焼けたやつ全く関係ないですよね。昔よく行きつけのね、親友と行きつけの、キャバクラのね、ボーイだった人が、はい、今じゃあもう経営者、すごいよね。メニューも変わっちゃってね、はい、全然美味しくなかった。あの頃と違って全然違かったですね。魂が乗らなくて、ね、まあ、久々に帰るといいもんですね。そうですね。でね、今日は、はいはい、春武君がいません。いません。なので、僕が、クリアされました。はい、そうです。だけど今日司会じゃないです、はい、僕は。え、今日司会じゃありません。司会じゃないですか。じゃあこの3人の中で、はい、まあ、寂しいですよね、はい、確かに寂しいけど、はい、春武いないは寂しいけど、はい、この3人の中で誰が司会でしょう。もう俺いないから2人しかない。2分1で、2分1、はい、2分1、2分1、うん、どっちが司会でしょう。2分の1です。で、結構見てくれてる子やったらもう答え丸分かりなんですけどね。答え丸分かりなんですけどね。服は白で合わせるけど、たまたまです。たまたまです。今日本当は俺ドナルドの T シャツをこの前買って、はい、もう何こうスケボーを越えて乗ったサングラスかけるドナルド。かわいいね。ホモじゃねえよ、はい、脈拍がないですよね。そんなほ、あ、色一緒のあれか、うん、あ、あ、あ、なんか白だからみたいな。いや、なんかみんなほら白ワイシャツ着てるでしょ、はい、俺も白 T だもん。でも気づいて、ここに白ワイシャツ羽織ってる。ここに白ワイシャツ、やっぱ、やっぱホモかな。みんなそうだね、夏だからね、はい、もう暑いからね。久々なんで緊張するね。違いないですね。毎日やろうぜ、毎日。毎日毎日毎日、わかります。隣の誰誰の話、誰の話、誰の今売ってたからボール飛んだから。あ、飛んだ、飛んだ、うまいね。俺は気づかなかった。飛んだ飛んだ飛んだんだ。え、何飛んだってどういうこと。ボールの方、ゴリラスケボー乗ったら上に。うるせえやん。やかましい、やかましいよ。大体なんか分かってんだけど。なんかゴリラスケボーって言った瞬間大体一人分かるんだ。誰か分かるよってね。まあそんな感じで、はい、今日は、はい、なんだっけ企画、あ、平成 VS 昭和 VS っつか、なんかまあ昭和生まれ VS、はい、平成生まれっていうなんか、はい、うん、まあなんだろうね、何がよくわかんないけど、まあまあ、そういう人集めましたよってくくり、まあ、ジェネレーションギャップで戦おうみたいなってことは今、はい、リスナーさんも、ね、なんだろう、平成ジャンプじゃない、ジャンプしないよ。平成ジャンプしないよ。はい、なんだろう。今、リスナーさんも、はい、多分、昭和組と平成、まあ、平成が多いかな、多分、絶対。うん。まあ、一緒に戦いましょうと。はい、そう。まあ、くだらない結果かな。思い出話で浸りながら。じゃあ、いきます？タイトルコール。レチェル。じゃあ、ヴィーナスグループ4と、ドン！よっ！この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょ。夏はつる肌、清楚男子がモデル。おい、気をつけな、ね、モデ男子気をつけな、はい、本当につる肌だよ、つる肌。清楚男子って何が清楚男子？夏はタイプじゃなくても付き合える。これどうなん、どうなん、誰でもいいってこと。最終乗りたい勢いで、ワンナイトラブみたいな。ワンナイトラブ。間に合った？おーし、おはようございます。おはようございます。誰かわかんないけど。誰かわかんないけど、とりあえず。よかったよかった。よかったよかった。間に合ってよかったです。はい。あんまり俺のタイムライン上げないんでね。うん、どう思います？夏はタイプじゃなくても付き合える。夏限定？夏限定。まあまあ、タイムを恐れ。いや、タイムもそもそも少ねえし、あんたも誰かわかっただろ。うん、
大体分かってきたんで、タイモンソレイってもうさすがに産毛はもう難しいね。でも薄いよね、俺どっちかって。薄いっすよ。僕の方が濃いっすよ。リアンのが濃いもん。俺の方が濃いっすよ。全然濃いっす、ほんとに。この間怒ってたからね、ヒゲ剃りを胸毛剃りに使って毛いっぱいついてるやん、怒ってたからね。あのさ、人の髪、両方はさ、多分あれあれなんだけど、人の髪剃りをこうさりげなくさ、使ってるやついるよね。いますね。いるいる。そこは怒る。いますよねって、お前だよ。あ、俺か、俺か、俺か。電池が切れてたんだよ。いいよ、使い捨てなんだよ。俺持ってるからあげるよ。いや、あの、電池タイプなんですよ、電池タイプ。あの、ブイーン、シェーバーだ、シェーバーのやつ。電池切れてたから、いいやと思って。俺もね、あ、でも最近それの、なんか、こう、縦じゃなくて横にも動くやつ出たんで。この前ドンキでまだ壊れてないけど買っちゃおうかなって。壊れてからね、壊れてから使いましょう。まあ確かに消耗品だけど。まだ使えるからね。誰キャラ濃すぎって、誰が俺誰じゃないっすか。俺じゃないじゃないひどいな、マジか。うおほもうおほって言ってて振りも雑っすね。一応企画あるんだけど、これなんか趣旨とかちょっとなんか聞いたの？あ、何も聞いてないです。もう司会なんなんそれ、晴れたけなんなんマジで。まあそれで1時間やっていこうっていう。いや、俺だったら俺あのメンズナックルさんのこの雑誌のなんか男、夏は男モテんのかっていう検証したいよね。検証したいよね。うん、ちょっと気になるっすよね。気になるよね。検証したい。夏はありだって見てる人ほとんど女の子でしょ。女の子、まあまあそう。いや、僕昭和生まれなんで昭和ですよ。うん、まあゴリラナックル、ゴリラナックルですね。あれでもあれやってたよ、ニュースで。なんですか。あの、今年ゴリラ女子が多い。え、マジですか。あの動物園のゴリラを見に行く。そう。あれ言っときますけど、この3人全員ハゲですよ。ハゲです。はい。え、探そうか、探そうか。俺から、ほら、あ、ロットいるんですよ。え、じゃあ僕行きます。俺ハゲてねえないかい。やめてやめて。リオンは、俺、リオンもやばい。ダメだって。ダメだって。リオンも、リオンもやばい。俺が多分一番やばい。気づいたら昭和 VS 平成じゃなくて、ただのハゲ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 。今日のくれとハゲホスト、ハゲホスト、ネオホストに行った。いや、でもでも大体いるじゃん、あのどこのお店さん行ってもさ、必ずちょっと薄いかなみたいな感じの小杉やな。小杉さんですよ。隠すの一生懸命なんだから、本当に。流行るよ、ハゲホス。ネオホスの次にハゲホス。ハゲホス。いや、意外とね、ハゲてるね。多くないっすか、ホスト。だから、早めだったよ。ああ、早めすでした。小杉さん、今日で。小杉さん、今日。おい、ちょうどや、おい。おい。ちょうど、ちょうど時間足んないけど。並びも。確かに俺、すげえベジータって言われますね。それは悪くですよ。絶対、今のはダメだよ。ベジータ。あれはダメだよ、あれは。社長。拾わない、拾わない。拾わない、拾わない。オーナーヒットに上げる。拾わない、拾わない。カリスマって店はもう、実はハゲのカリスマ。ハゲでも生きてます、強く。そうだよ、根強く。もうこんなように、もうこんなように根強く生きてるんだよ。うまいっすね。根強くない。需要もあるよ、きっと。ハゲスマってなんかスマスマみたいな。アイドルグループじゃん。ハゲっぷ、ハゲっぷ。ビーナスグループのハゲスマ。いいじゃん、いいじゃん。流行らそうよ、ハゲスマ。ハゲスマ、ハゲスマ流行らそう。別になんかもうここまでやったらもう開き直りですもん、実際。そうそう。あ、だからなんかハゲ集まったからアミさん来るわけじゃないないからね。ね、そういうわけじゃないからね。忙しいんだよ、オーナー。忙しい。うん、ほんとにアミガス爆発。もう大体分かったんだけど、もう一人しかいないんだよ。もう確定したわ、今ので。ガス爆発行った瞬間に確定したんだけど。ハゲ治療ね、あれ何効くのかな。あ、本当に効く。あれ、あれ、まあまあ人によるんでしょうけどね。やっぱあれ、あれらしいです、あのシャンプーのやつ、なんだっけ、スカルプ D。 スカルプ D。 でもあれは育毛じゃなくて頭皮をなんか、まあ、促進して毛を一歩太くするらしいんですよ。いや、だから今いろんな治療あるみたいですけどね、わざと抜いてそれの刺激で生やすみたいなんも。え、やってる。どっかの会がやんねえよ。やめろ、触んなよ。もっと薄くなったら坊主にする。いや、坊主にするね。します、する。するか、まず単発でもう全然ハゲてるって言われても気にしないでウェイ。え、もうベジータしようかな。あ、どう、ベジータ。いや、俺もう生まれながらのベジータだから、何とも言えないんだけど。3人ともベジータできるかもしれない。俺リアル M 字だからもうダメなの。
前から来るタイプ。俺も前から侵食されてくる。前からっすグレーニング ED も治療してこの前親にうっさい、もうおたえさん名前出すぞ。言ってやろう言ってやろう、こらこらこら。この前だって親に心配されました。今日テーマハゲじゃない、ハゲじゃない、昭和対平成なんだけど、まあただたまたまみんな白ね、うん、白シャツにハゲだったっていうだけで、そうなんか共通点がすごい、あ気づいてる、昭和ハゲ対平成ハゲ。気づいてんだったらみんなほらおはようって言ってあげて、うん、おはようって言ってあげてみんな、うん、で夏、3人に1人は友達でもエッチ OK、 これあり、ありだ、これあり、友達のくくりが分かんないですよね、もはやそこまでいくと。待って、昭和がいるアルシンドっていう時点でこの人昭和です。この人昭和です。昭和です。おー、リスナー同士で話し合ってる。おはようとか、こっち火曜遊びになってるけど、ほんとに、うん、いいもん、仲いいやろ、ほんとにアルシンド昭和でしょ、もう完全に。アルシンド僕はちょっと分かんないですよ。もう示談とかのやつなんですよ僕、うん、昭和だよね、アルシンドになっちゃうよって知ってる、うん、知らないです僕どこ、ほら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 、知らないです。ハゲのサッカーって言ったらルーニーとかっすもんね僕は。いやルーニー若い、ルーニーいないし、まだその時ルーニーとか子供じゃね。まだ子供じゃね。ルーニーいくつ、ルーニーいくつ、27、8とかじゃないでしょ、あんま詳しくない。俺と同じ世代だから、はい、アルシンド見て、はい、ああみたいな。ベッカムとかは、いや若い若い、ベッカムとか、もうあれはもう平成。いや俺平成です、伊原さん世代。伊原さん、伊原さんが分かんない。もうだって僕らの知ってる時もうラモス・ルイとかもう完全にもうテレビのバラエティーに、バラエティーですよ。ラモス・ルイ現役だった。現役時代知らないですよ、だって僕幼稚園の時からもう現役で、幼稚園の時あの、はい、J リーグシューズっていうのが流行って、はい、やたらヴェルディがめちゃくちゃ売れてた。で浦和レッズ全然売れない、はい、だから大体靴屋さん行くと、はい、その、はい、サッカーシューズっぽい感じの、ね、はい、あの普通の靴なんだけど、はい、そこにここにマークがついてんの、はい、で大体ヴェルディがその時強かったからヴェルディが人気で、そう、浦和レッズ、ヴェルディ、名古屋グランパス、大阪ガンバ、はい、ジュビロ、レイソル、はい、レイソルが分かんない、カシワレイソル、カシワアントラーズ、まだ12ぐらいしかなかったんじゃない、あの当時リーグ自体、リーグ自体が、そう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 、浦和は本当に弱かったんだよね、マジで。へぇー、多分俺が二十歳過ぎた、なんでも 22、4、5 ぐらいじゃない、強くなってた。全然わかんない。ジェフ1、あ、そう、ジェフ1やら、あ、意外と昭和多いよ。あ、多い、平成少なくね、昭和多いよ。てか多分平成の頃は、会話ばっかなんからコメントできてないんですよ。 J リング、J リングのポテチ、あら、あの、後ろにカードついてる、あ、そうやけど、カード的な、あの、中にカード入ってんじゃなくて、確か後ろにもうノリで貼り付けられてるから全然パクれる。俺らの場合、あれ日本代表じゃなくて、そう日本代表、こっちは、いやいや、もう俺らも J リーグチップス、いや日本代表のやつ、こっち、何その、なんか、何代表して代表して、そう全体代表して、そう、いや、本当にあれあったよね、みんな。その J リーグ。そう、ほら、ドーハの悲劇がないと。ドーハの悲劇、それも知らないでしょ。ニュースで聞いてた。ニュースでしょ。ないと。全然知らないでしょ。聞いてる。そうそう、あの、なんかグレーっぽいビニール袋に、あの、カードが後ろにこっぺたくっついてるの。だから、あれだけ剥がせん。今はほら、袋の中に入ってるから。あ、入ってる、入ってる。前、昔はそのなんか汚いか分かんないけど、とりあえず外に貼ってあったから、大体これ何がいいかなって見ると、後ろもうないの。誰かがもうぷくって言ってる。常にないの、後ろに。あれみたいな。あ、だから中にカード入れるようになったのかなと思って開けたらもうほんとただチップスないから、薄塩なのね。薄塩しかないの、おまけ付きクラングみたいな。そう悲しい状態よね。だからあれだよね、なんだっけ、チョコのお菓子って言ったビックリマンチョコ、あービックリマンチョコ、今パズドラマンでしょ、パズドラス、パズドラ、今の子さんパズドラス、はい、でビックリマンも多分僕ら全然かすってないから2世代ぐらいのやつです。あれはミニ四駆は、ミニ四駆はなんかテレビでやってた、レッツ、うわレッツ言ってるもん、それは僕もそうっす、僕は全然かすってないですね。いや、ゴリドラマンはいねえよ。ゴリドラマンはいねえよ。だって多分僕ら流行ったの多分あれベイブレードとかっすよ。そうっすね、ベーゴマ、ベーゴマ、こっちじゃない、こっちじゃない、いや、ベーゴマはゴリドラの進化系でしょ、それは知ってるよ。でもこっちっす、こっち、ベーゴマはマジコマは回せるけどベーゴマだけは回せなくて諦めた。あれちっちゃいの、よくすごいよね。あれは、あれは昭和でも、俺らよりもっと上の世代。上の世代です。多分戦時中とかのやつですもんね。いやいや、本当に。戦後じゃないの、戦後でしょ、戦時中は違う。戦時中とかやったらもう結構怖いよね。ベーゴマやってる時に、空襲だよ。うめぇ、ベーゴマ振らすの前に空襲だよ。危ない危ない。
あ、ドリーム、ドリキャスだよ、ドリキャス。いや、もうゲームのプレスです、プレスです。僕らはプレス。いや、最新、最新。あのね。とかからすね。いや、俺は一応ギリギリ。僕はだってゲームキューブっすもんね、始まったんが。64とかの前に。マジか。え、あの、ファミリーコンピューターはあったんだけど、もうその時には、記憶がある中ではファミコンがあったんだけど、確かね、うちの親父が昔あのマリオのゲームをやってたんだけど、はいはい、俺ちっちゃいから醤油こぼしたら一発でぶっ壊れて、はい、でちょうどたまたまスーファミが出たからスーファミ変えたの、はい、へー、そう、スーファミマリカーとかめっちゃ流行ったね。ファミコンはね、あいつね、ない、スーファミ、スーファミ、だからたまーになんかレトロゲーム持ってるこの家に行ってやって、あーなんかね、持ってる子いるよね、うん、え、PC エンジンとか知らない、わかんないわかんない、PC エンジン知ってる、ポケモン、ポケモン、ポケモンは俺、俺は赤、ポケモンは赤、俺赤、見る、あれもう帰んの大谷さん帰んの大谷さん、まあいいけど、うん、ポケモンだから、僕ルビーとかでやってます、ね、ゲームギア懐かしい、え、PC エンジン知らない、知らないです、知らないです、聞いたこととかっすね、検索してみな、出てくるから、 PC エンジンだけど、はい、そのゲームが PC 原人っていうゲームなの、へぇ、あの、ゴン、ゴン、あの、原始人のゴンみたいな、あの、アニメの、はい、ああいう系が主人公みたいな、頭でっかちの、そうそうそう、どんなやつ、なんかドテチンとか出てきそうな感じ、ドテ、もうこれもわかんない、わかんないです、ええ、こんなの PC エンジン、こんなの、そう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 、ファミコン崩れみたいな、そうそう、ファミコン崩れ、あの、全然売れなかったやつ、え、だ、だ、これ、お、出せます、このまま出して、え、このまま出す、え、見えない、あ、見えない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 よ、え、売れない、売れない、売れない、え、だって、はい、だってあの、ドリキャスだけどセガサターンとかわかる、あ、セガサターン、でもやった、あ、今ちょうど出てた、セガサターン、でもやったことないです、セガサターン、え、セガタ三四郎わかる、え、知らないですよ、それえ、俺だよ、仮面ライダーの初代のあの人、藤岡弘がセガタ三四郎、だから要は、まあ、セガタ三四郎、あーセガタ三四郎っていう名前で、わかんない、歌もあったよ、セガタ三四郎、セガタ三四郎、適当に歌ってても正解なんじゃないけど、わかんない、やいや、あるから YouTube 調べって、もう今日ぼっちですよ、僕、昭和ぼっちっす昭和ぼっちっす、いや、ドンキーコングもやった、ちょうど多分僕が間ぐらいじゃないですか、そうっすね、あ、まあ中間が年齢的に間なんで、そうっす、中間ぐらいです、元年に近けりゃ昭和にも近い、近いっす、いや、元年に近くて昭和に近いって、どこにも前が入る、間に、間に、ハムハムハム、昭和と平成の間ないしな、そうそう、ほら、知ってるでしょ、ほら、セガサターン、うん、テレビとか何になるんですか、当時流行ってたんだけど、何歳かによるかな、あー、まあ、だからもう、今で言ったら、その、なんだろう、名作の漫画だったら、もう、メインをほら、スラダンもそうだし、あ、そっか、大の大冒険もそうだし、ドラゴンボールもそうだし、懐かしい、あと、ジャンプ黄金期だ。そう、セーラームーンもそうでしょ。ああ。まあ、やってる年代は平成だけど、はい、多分もうほら、見てる見てないの差が出てくる。ラムちゃんとかそっち系も。いや、それ古すぎるし、俺より古すぎて生まれてる。俺は古すぎる。あ、多分生まれてるけど、はい、もう記憶にはない、うん、昭和僕一くくりにしてるんですからですね。セガサターン小学校の時はもう世代一緒なの。セーラームーンは見てない、俺。カードキャプターセーラームーン。セーラームーン、セーラームーン。R、R、セーラームスーパー、セーラームスーパーズでしょ、いや、知らない、いや、僕はもうお邪魔女ドレミスもんね、あ、若いね、はい、でも見てたよ、妹と一緒に、はい、朝大体起きたら、はい、そう、たまごっちがね、あの、白のたまごっちがめちゃめちゃ売れて、あ、今でもすげえ高いらしいっすよ、プレミアついて、今3万ぐらいで売れるらしいっすよ、あんなもう大体さ、デジモンも最初ぐらい、はい、あれ一緒だからね、ブロックみたいなやつで、そう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 、ちっちゃいやつで、こう、くっつけて、対戦をするっ、はい。そっから、ペンドラム、あの、振るやつ出てきて。振るやつになって、そうそうそう。たまごっちさんはあった、あの、白がめっちゃ高かった。あ、あれ、だっけ、あの、枠も全部白になってる。真っ白になってる、ね。そうそうそう、全部真っ白。あの、ほんとの卵っていう感じの。あれは、今でもプレミアついたんですよ。エンジェルッチとかわかる、うん、うん。あの、なんかさ、はい、その、たまごっち流行って、デジモン流行って、はいはい、どうにか、多分、中国かな、多分そっちの方が、はい、どうしてもそれ似たようなゲームを出したのがジュラッチっていうショッツマンのやつだね。ただみんな当時変えないからそうやるみたいな。たまごっちみたいなやつで育てるんだけど、一応でかくなったらあの対戦ができるみたいな。もう合体されるなんだろう、980円で売ってる。え、あれやろ、妖怪ザーとか知らないですか。何妖怪ザー、え、妖怪ザー知らないですか。逆に取り残されてる。え、嘘あの、要は妖怪ウォッチの第一期世代の妖怪のデジモンバージョンみたいな。全然知らない。うっそ、全然知らない。え、妖怪さん知ってる人いない。だってほらみんな知らないって書いてある。知らないよ。うっそ、どこの国の人。いや、日本
日本、あ、東北限定だ、東北だけ限定東北だけか、東北限定、今です、今です、でも、夏さんとかはもう共感しますよ、妖怪さん、いやいや、東北だからな、嘘、東北限定だ、いや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 、妖怪、いや、夏さんのタイムラインもちゃんと、いや、だから、たまごっちとか多分東京の方にみんな集まると思ってるから、あれでしょ、その妖怪、生ハゲとかばっかだよ、いやいや、生ハゲとか、なんでだよ、妖怪さんであったって生ハゲとか、そんなそっちのいたこのなんとかみたいな、いやいやいや、妖怪、妖怪ウォッチより前の、ほんと初期の、ないよね、あるよ、知らないよ、え、妖怪さん知らないの、うん、待って、ガオガイガーしか知らない、ガオガイガーは知ってるけど、ね、うん、え、ダガーンとか知らないじゃん、ダガーンは、うん、僕あれスパロボとかやってたんで、あーでもね、スーパーロボット対戦に出てくるようなロボットじゃないよ、これこれこれ妖怪ぞ、知らねえよ、うそ、ボタンがめっちゃ知らねえよ、何ボタン使えばいいの、あったよあったよ、昔はさ、え、ずっとニーバーって限定言ってた、じゃあさ、タマゴッチとかさ、はい、デジモンとかでさ、とりあえずボタンが赤か黄色かってその色しかなくて、3つぐらいのイメージですね、使い方最初全然わかんないよ、あのなんかどんこのボタン A となんか B なのかみたいなとかそういうのあったじゃん、これもう多すぎるじゃん、妖怪さっきのほらもう新しいのも出てる、妖怪天皇とかで書いてる、バンダイから出てる結構まあまあ大手さ、大手じゃないですか、もうやがれっつってね、いや妖怪さマジか、あでもなんか、はい、多分ね昭和と平成で多分、はい、みんなが話し合えるんだって多分分かる人だったらガンダムが多分一番、ああガンダム、あーそうっすね、ガンダムほら昭和から始まって今に至るでしょ、で、で今な、はい、今のガンダムって言ったら主題歌大体西川さんあたりが、そうだね、大体そうっす、高典あたりが大体歌ってるみたいなね、え、はい、ガンダム何見てました、シード、俺がゴッド、ゴッドか、うん、あシャイニングガンダムだ、シャイニングガンダムから見始めて、で、はい、ちょっと過去に戻ったんだけど、はい、面白さがこれっぽっちも伝わんなくて、うん、マジっすか、だからでもシャイニングガンダムのあの辺、はい、俺どっちかっていうとガンダムより SD ガンダムが好き、あーあちっちゃい二等身のガンダムがすごいですけど、はい、あの自分で組み立てるやつ、うん、あの普通のガンダムだと高いのプラモデル高いっすね、あそうこの前ビレバン行ったもん、はい、そしたらそうビレバン行ったらミニ四駆売ってて、はい、あのマグナムセイバー、はい、セイバーマグナムかどっちかな忘れちゃったけど、あのまあ最初のね、はい、レッツエンド GO の、はい、最初のね、はい、GO の方か、はい、そう GO の持ってるやつがあったんだけど、なんかちょっと微妙に違くて、あのねシャーシがねなんかプロトタイプ2みたいな、今の最新版みたいなので、はい、電池入れる時って僕らってもうちっちゃいなんかこういう横にカチッてするやつだったんだけど、今回せんの、そう回せんので、モーターもなんか普通だったら片方だけギアがついてるのが、はい、今両方サイドギアついてる、へぇ、はい、今親子でやってる人とか多いとか言いますね、はいはいはい、なんか今のミニ四駆ちょっと俺そのミニ四駆の2個目のやつがもうこれぐらい細さなんで、ストライクフリーダムって分かんないの、シードシードディスティニー、あですね、シード見てない、俺もうシャイニングの方が、僕らはあのシードですね、シャイニングフィンガーゴッドフィンガー止まっちゃってるもん、平成ガンダムがもうシードなんで、あ、そうなんですか、そうそう、はい、その前に一応平成でやってたやつがターン A なんですよ、あーなんかやってたな、おー、俺詳しいね、詳しいガンダムめっちゃ好きなんです、逆に知らなすぎてもう話をやめたいぐらいガンダムの知識もうないっすか、そうないよ、もう全然あるよガンダム、まだまだいけるよ俺、まだまだミニ四駆大会出たことある俺、へーミニ四駆やってないな、ミニ四ファイターとか知ってるっしょみんな、ミニ四ファイターミニ四駆やってきたミニ四ファイター知ってる、わかんないわかんないっしょ、要は、はい、なんだろう、グランダー武蔵って釣りのアニメが、漫画が、アニメと漫画があって、はい、それに出てくるのが、はい、まあなんかあの釣りのなんかプロみたいなやつがいて、はい、ミニ四駆にもそういうなんか、ミニ四ファイターみたいな、はい、ちゃんとその司会プラスなんかその、大会に必ず出てくるようなやつ、へぇー、三平今のミニ四駆なんか釣り吉三平は古すぎるだから、俺は、まあ、ちょうど一口に釣りだったからあれでしょ、伊藤を釣るでしょ、最後伊藤で、北海道でっけえやつ釣るみたいな、釣り吉三平なぁ、もうパチンコでしかしたことない逆にっすね、もう釣りは好きだけど、あれね、はい、どっちかって言ったら釣り吉三平って、軽量釣り系でしょ、川釣りっすね、川釣りだけど、多分、もっと上流の方じゃん、はい、で、俺が見てたグランダー武蔵はブラックバスがメインだったから、はい、バス釣りが流行ったのが、川釣りのね、はい、もうちょっと下流の方なの、下流、下流でやる感じだったね、
で、海まで行っちゃうと、もう完全に梅宮達夫に聞いた方が早いね。そうっすね。梅宮達夫か松方弘樹。あの辺に聞いた方がいい。うん、でも最近なんか、はい、無料のさ、はい、ジャンプの アプリがあって。あー、なんかジャンププラス。ジャンプ、そうジャンププラスみたいな。はい、で、V ジャンプっていう、なんか僕ら小学校の時に買ってたやつ。はい、まあ、要は子供向けのジャンプみたいな。はい、今みんな週刊少年ジャンプじゃなくて、V ジャンプって月刊の方が薄いやつで、なんか付録とかもいっぱい付いてますよ、ね、みたいな、コロコロに近いみたいな、はい、ジャンプ版のコロコロみたいな、はい、そう、あれを久々に見たけど、もう全然よくわかんない。まあまあそうですね、途中から読んだら。そう懐かしいな。なんか遊戯カードが付いてくるとかね。あったね。え、今バス釣りしてんの？え、バス釣りになる。やば、バス釣りプロゴルファー猿がわかる。いや、なんだろう、スポーツもののアニメってなったら僕らテニスの王子さん、ね、テニスの王子さんだね。アイシールド21とか。でももう、もうそれ多分もう若い、もう平成ですから、ね、合図わかる。合図はわかるっす。俺ら当時小学校の時エロ漫画として、いやでも僕はどっちかって言ったら1500% でしたね。いやー、合図でしょ。もうあの 1500% ちょっとパンツ見せすぎだもん。何かと言ってもらえますね。あれもうギリギリですから。あの漫画のその合図はこうなんか、あ、もうちょっとで乳首が見れそうっていうところ、その乳首だけなぜ書かれてないんだけど、微妙によく見るとちょっと突起物みたいな。それが小学校の時にもうたまらん、はい、たまらなかったですね。うん、何、意外と琵琶湖なんなの。すげー、滋賀県じゃん。滋賀県、そっから見てる。今日は順調っすか、ブラックバス。僕地元の川でしか優勝したことないんで、うん、釣りしたことないかもな。え、面白いよ、釣り有名ですね。琵琶湖はね、バス釣り有名だね。え、でも一番有名なナマズでしょ。琵琶湖っすか。琵琶湖ナマズ。え、マジっすか。結構バス釣り有名ですけどね。あ、やっぱバスあるけど、じゃあ、なんか、もともと昔。あ、そうなんですね。人間の裸に興奮するするわ。するわ。ヌーベもあったんだ。ジャンプだっけ、ヌーベ。ヌーベジャンプだね。ジャンプなんすか、あれ。ジャンプ、ジャンプ。実写ドラマ化もしましたしね、ヌーベも。あれだって、ジャンプの、あ、ジャンプっていうか、漫画のヌーベの鬼の手の解放するときの、今日とアニメの今日は違う。あ、違うんですか。そう、違う。へえ。なんか実際漫画のやつやっちゃいけないらしいね。あ、そうなんですか。著作権の問題ってじゃなくて、ほんとにレイを読んじゃう。あ、そっちの方ね。そっちの方ね。すげえ。ほんとに、あ、ライギョも有名だよ。ライギョ釣ったことある。俺初めて釣ったの、ブラックバス釣りに行こうって初めてね、竿を用意してお小遣い貯めて買って、初めて釣ったのが鯉。鯉、鯉なの。しかも、鯉じゃ口ちっちゃいから、あの完全に、すれ。ヒレに刺さって、たまたま泳いでるとこに鯉がこうで引っかかってみたいな。ね、すりって言わないですよね。すりって言わないね。おかっぱりですよ、僕、もうおかっぱ、嘘、40ばらしたの、マジで。でも俺、最高47センチですね。わかんない。すげえ。ゴミ溜めみたいなとこちょぼちょぼやったら、大会の日にもうみんな場所取られて、ゴミ溜めしかなくて、ゴミ溜めちょぼちょぼしたら普通にザバーンって書いてる。すごい。そう、全然釣りが分かんない。これかわいそうだよね。その後ライギョ釣ったんすよ。ライギョもうすごい、なんか川にいるなんかウツボみたいな、ちょっと切ったね。でも牙あるから掴ん、はい、なんか手で口の中指入れられないですよね、危ないから。ああ切れたりしますね、ライギョは。うん、ライギョも分かんない。湿地帯に多いよね。湿地帯の沼、なんか沼とかそういうとこに多い。どっちかって言ったら海釣りっすもんね、僕。話しますか、キャッチアンドリリースですね。持って帰ってもしょうがないんだよ。食いようがないですからね。食いようがないもん。川釣りは釣って、返す、そう、大きさで。スポーツフィッシングって言いますからね。うん、引きの強さとかで。だから小学校の時は俺、携帯がないし、はい、デジカメも高いから、はい、何かインスタントカメラ。ガシャガシャやで。撮って、サイズとこれぐらいですよって、はい、メジャーの横にサイズで撮って、はい、で、ある程度溜まったら現像しに行くみたいな。あ、そっか。そうだ。携帯もカメラもないしぐらいですね。携帯に最初持ったのなんすか。何、あそこ入れるのは得意なのにね。もうすごい批判しかない。あんた何した。俺、え、レイチェル携帯は最初は、僕 au の、うん、何やと、なんつ、まあ au でしたね、携帯最初。そう、タイミングで CM、 はい、もう CM 行く、行きますよ。はい、はい、おーい、拾うよコメント。
The largest program on YouTube in history Which is it? オーバースト。計画に乗るか不可能だろ楽勝だろ限り合わせだその通り揃った勝負はい、はい、いつの間に CM 開けたの、はい、気がついた全然開けました今ちょうどね、ナイトチューブさんとコラボしてるコラボしてる雑誌をちょうど見たんですけど、はい、よかったら買ってくださいはい見てください見てください立ち読みダメです立ち読みダメです買ってくださいエロ本じゃないよエロ本じゃないよエロ本じゃないよエロ本好きっすけどねなんかやっぱねコンビニ行ったらエロ本目に行くもんいやでも河川敷で落ちてたエロ本のありがたみって最近ないですよね。こうそのさ、なんか河川、俺わかんないんだけど、河川敷の方面じゃないかわかんないけど、なんであそこにエロ本って置いてあるんだろうねと思うよ。もうあれ優しさじゃないですかね。誰かお兄ちゃんの。お前らもこれ見て大きくなれよっていう。なんでさ、あれで、エロ本って置いて、ああいうとこに置いてあるんだろうなと思うよね。いや、スマホで見れるからだけど、エロ本っていうありがたみがあるんですよね。本だからこそいいみたいな。もうもはやエロ本買えるんだったら、もうビデオ借りろよとか思うその度胸があるならもうビデオ借りに行ってもいけんじゃないの小学校の時エロ本落ちてるの気づいて友達でバカにするじゃないですか、うん、あるは絶対でもみんなが書いた後一人で見に行ってますよバカにした張本人を見に行ってバカにしに行った張本人を見に行ってましたもん大体そうでしょうねやべえもん拾っちまったよみたいな宝見つけたみたいな感覚だからねエロ本なだから初めて買ったエロ本で多分中学校の時エロ本買ったことはないっすないっす僕いまだにないっす僕エロ本買ったことなんかね、買う必要がなかったのああ。なんでかね、うちの兄貴、あの、タンスの、5段中のタンスの3段は全部エロ本だったすげえマニアじゃないですか大体しかも、なんだろう、はい、あれだった、なんだっけ、メイド系の SM 系だった、はい、もう、清潔感が、ね、あいつがこれ、はい、みたいなあの顔でこれみたいな感じだったパンツついてんの今へすげえマジでえ、すごいらないなぁ大人のガチャガチャみたいなもん1000円ガチャガチャ1000円ガチャガチャみたいなあれもくっそ、うん、なんかやったら、俺初めてやったらもう普通のなんかブリーフパンツみたいな出てきたブリーフなんすか1000円高とかねまたブリーフなんすねブリーフ1000円高とか思ってすっげパンツついてんだへぇエロ本拾い集めて、うん落ちてるから汚いじゃないですか、まあ、綺麗なページだけ切り取って一冊のエロ本作ったことありますよね拾い集めて一冊の話噛み合わない普通のエロ本漫画じゃなくて普通のエロ本あエロ本か一冊の雑誌にしたことありますねすごいなすげえ誰得だよねエロ本じゃないゴリ本ゴリ本ってどうだよゴリ本って誰が見たいんですかねすごいよねなんだろうね、あれはね。なんなんですかこれ多分もう平成昭和関係ない。関係ないです、関係ないです。もう関係ないです。男気持つない。あと聞いたことあるんが、まあ、雪降る地方やったら、雪解けのエロ本が出てくるっていうの聞いた、ね。あった、あった。ほら、これあるあった、あった、あった。あるんですよ。あった。東北の子に。そう。ないよ雪が積もってて、なくなった時に濡れたエロ本が出てくるっていう。ある。うん、雪の中埋めるんだろうね、きっと。埋めるんすか埋めるんだろうね。田んぼの上にカエルと一緒に浮いてるのは見たことない。田んぼの上にエロ本が浮いてんのはわかるけどおたまじゃくしとかと一緒でさ全然あったいや雪解け雪解けエロ本、うん、なんか蝶々があるっすけどね雪解けのエロ本ってすごいねわーもう、まあ、染み込んで開けないよねまあまあそうっすねえでもであの雨よりかはまだびちゃびちゃになんないからあまだ見れるっちゃ見れる見てたね見てたね見てたね見た見たなんで雪解けのエロ本ってどんな気持ちなんだろうねそうですね固まっちゃうよ彼の訪れとともにチンチン固くしたらエロ本が固くなっちゃうとどうしようもないよそれねあそうあと他の用水路にはまあ用水路もな足踏み出してね汚ねえもんなんか用水路のやつはさすがに拾わないっすねねえお姉ちゃんが持ってたのお姉ちゃんが持ってたすげえ相当変態じゃんお姉ちゃんちょっと紹介してほしいですねなるほどねもう、なんか、そのね、首絞めてとか言いそうだよね。パンパンスパンキング。すごい性癖持ってそうだよ。うん。エロ本が出てきたら春の訪れ。
まあ、あるっすよね、うまいこと言いますね、身内の、あの僕の運動会の動画やと思って見たら、あの裏ビデオやったことありましたけどね、親父のビデオ庫から。だからさ、裏ビデオってさ、あれどこで買うんだろうね。俺、それ未だに分かんないんだよ。え、売ってないんですよね、普通は。まあまあ、どっかで買うんでしょうね。そう、何かで仕入れてるの、はい、あの兄貴も持ってたけど、はい、で、友達呼んで兄貴が仕事行ってる間、はい、やっぱね、学校終わった後3時、4時ぐらいに行って、はい、みんなで部屋の中でこう、エロビを見る。いや、やってたな、上映会。そう、なんだろう、すごい明るいやつがもうすごい黙るっていう。うん、もうムラムラしてんだろうなみたいな、ね、お兄ちゃんだから大体お兄ちゃんで持ってるよね、俺も兄貴持ってるから俺も買う必要がないんだよ、はい、だからそこでまた平成でやっとこういうことですよね、携帯で見れるからとかパソコンで見れるからみたいな、だから今 DVD がそのタンスから1枚だけちょっと抜き取って絵がないから、はい、裏物だから絵がないから真っ白な、あの上になんかあのテプラで貼ってんの題名みたいな、豆やなテプラみたいな貼ってあって、はい、それは兄貴がつけたんじゃないだろうけどね、はい、多分あのテプラ持ってないから、はい、だから多分あの業者さんがテプラ代わりに貼ってくれたやつだからで貼って貼って、もう兄貴は絶対帰ってくる前に返してやろうと、はい、ちょっと返してやろうと思ったら早めに帰ってきちゃって、はい、これ返せねえみたいな、そうですね、ましては超貴重面だから、はい、しかも綺麗に同じ段数でこう並んでるだから1枚抜き取ったってことはもう多分1個下がってる、はい、下がってるそうですねもう押し入れの3段が、いやいや3段がもう明日こいつが出かける時じゃないともう返せない、返せねどうしようみたいな、そうそうそう、私の元彼は、彼氏は元 AV 団員、結構いるんじゃないだっています、何でしたっけ、30人に1人がそういうの出たことあるみたいな言いますもんね、なんかね、俺の友達もなんか江ノ島の花火大会だっけ、はい、あそこ行ったらなんか声かけられて、マジックミラーっすか、あ、そう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 、あれ本当なんだ、あ、本当だって、あ、その本当で、うん、で、いくらって言ったら5000円って言われて、安っって言ったけど、うん、ビール飲みたいから行ったって言ったもんね、でも出てなかったっつって、撮影はしたけど出なかったっつって、なんかそれ聞いて、はい、題名聞いて借りたらしいんだけど、はい、自分は出てなかった、はい、やっぱ夏は抱けるんじゃないですか、夏は抱けるんじゃないか、最初に戻るけど夏は抱けんじゃねえかと思って、でその後また声かけ、なんか電話かかってきたらしいね、番号、へえ。そうカットってことらしいよ、多分ちんちんちっちゃかったんじゃないあ、男の方なんですね、親友、親友、親友、うん、親友が他の友達とみんなで、はい、あの俺行けなかったんだけど、はい、花火大会行ってみたいな、へえ。すげえイケメンなんだけどね、親友めっちゃイケメンなんだけど、ちんちんだけはちっちゃいだからカットで辛すぎる理由ですよね、ちっちゃくてカットされてんじゃないかなみたいな、あとイケメン、確かイケメンなんだよな、はい、うん、オファーあったらね、いいね、そんなに持続率ないな、そんなに持続率ない、大変って言いますからね、ああいう仕事も、いや辛いでしょうね、なんか、はい、気持ちわかるもん絶対、いや、うん、しんどいでしょうね、しんどいよ、なんか違う話だったなんか勝手に発展してますねいやでもああいうのすごいと思いません、みんなの前でなんかそういう行為をしてっていうの恥ずかしくないかなっていうので、まあ僕姉ちゃんに見られたことあるっすけど、だいぶ恥ずかしかったっすもんね、あ、お姉ちゃんいるのか、僕お姉ちゃんいて、お姉ちゃんいくつ、お姉ちゃん今24とかですね、結婚してるの、結婚してるっすね、あのちょっと待って、口説こうって姉ちゃん口説こうって死んといてください俺だってね、お姉ちゃんと、もしね、レイチェルのお姉ちゃんと結婚したら、はい、あれだ、俺のことお兄ちゃんって呼ばないでくれ、お姉ちゃんって呼ばないでくれ、レイチェルにお兄ちゃんって言わせたいななんかね、兄弟で AV 出たら、はい、まあ AKB のあれもね、AKB のあれ姉妹で出ちゃってるしね、はい、どうなんだろうね、でも本当にそういうオファーが来ちゃったら完全なら禁止にそうかな、まあそうっすね、うん、絶対法的に引っかかりそうっすけどね、法的に引っかかるでしょ、もう、うん、なんかいとこ同士やったら OK みたいなの聞いたことあるんですけどね、でもなんかさ、あの姉妹同士こうなんかレズモノでちちくり合うのは OK であって、はい、お兄ちゃんと妹もしくはお姉ちゃんと弟はダメっていうのがね、不思議だよね、不思議だよね、でも異性はダメなんだなっていう、うん、なんかすごい AV のでお母さんと息子っていうのは本当にあったらしいですけどね、昔のすごい借金くねみたいなんでなんかあったっていうのは聞いたことあるっすね、マジで、でもそのお母さんも綺麗なお母さんじゃなくて60何本のお母さんっていう、あ、結構年いってんじゃん、もう60、70でみたいな、はぁ、
だいぶババアだね。だいぶババアですね。お姉ちゃん欲しかったな。お姉ちゃんいたらそういうのあって欲しかった。俺全部全部いるからさ。あ、まあ妹もお姉ちゃん。あ、そうそう、兄ちゃん、姉ちゃん、俺、妹妹弟みたいな。6人。多いな。多いな。6人兄弟。憧れたな、俺。お姉ちゃん、お姉ちゃん欲しかった。普通に。いやー、いやいや、まあどうなのね。え、嘘。優しいけど、優しいんだけど、なんか変なところを。がめてるから、ね、ただうちの家系なのかもしれない。お姉ちゃん欲しいな。あ、友達 AV 出てました。あ、でも結構多いっすよね。意外といる知り合いとかでいたりするもん、やっぱり。え、お前、しばらく連絡してないと思ったらこんなとこにいたのに。まさかの再会が映像越し。映像越し。久々の再会は大きくなったみたいな。そうそうそう、地元の高校の友達とか出たりとかすると、おいおいみたいな。でもやっぱり噂って早いから、まあまあ出てるよって誰かが気づくとどんどん回ってくよ。ああ、やっぱ帰ると「あいつ出てるらしいよ」とか言って言われるけど、もう僕らはもう「うん、そうなんだ」みたいな。ああ、そうみたいな。そういう子もいますしね。うん、ええっつって、そういう感じで。私の姉はエロいです。私もエロいです。全員ください。キリンさんが好きです。でもゾウさんのがもっと好きです。それと変わんない。今何の告白なん。LINE ください、その子。お願いします。ゴリラと、ゴリラと性行為ってタイトルですよ。循環的な。ほとんどもう本当にゴリラ女子だよ。今流行りの。ゴリジョ、ゴリジョ。ゴリジョ。そう、イケメンゴリラがね、人気らしい。いやー。りりしい顔。りりしい顔。りりしい。ゴリ、顔が濃いってことですか、要は。顔の作りがはっきりしてる。顔が濃いって言ったら、あれもうゴリラ全部濃い。そうなりますよね。全部濃いからね。そうそう。ゴリラ顔は嫌いじゃない。ありがとうございます。ゴリラはイケメンじゃん。ありがとうございます。岡田くんもゴリラ顔とか言われたりしますもんね。まあまあまあ。わかんない。ただね、ゴリラ顔ってさ、なんか髪型がもう、決まっちゃう。決まるんすか？あんま長く伸ばせない。今俺も長いもん。まあまあ、そうっすね。この3人で誰が夜が激しいですか。じゃあ、久々にランキングやりましょう。大丈夫っすか。大丈夫っすか。あの、じゃあ、皆さん、リスナーの方、この3人の中で、誰が夜が激しそうですか。トコショウス。でも、トコショウス。でも、ハゲは性欲強いって言うけど、全員ハゲてますからね。ハゲは性欲強いけど、全員ハゲてるから。いかに女の子とエッチしたいか、頭使いすぎちゃって、ハゲました。ハゲました、みたいなね。ハゲだけね。いやいやいや、もうこの質問からピタコメント止まらない。止まらない、ほんとに。誰も想像したくなかったんですよね、言ってみたものの。言ってみたものの、想像。ねえ、小籔みたいな喋り方に。誰が小籔？あ、レイチェルでしょ。レイチェルでしょ。レイチェル小籔じゃん。レイチェル小籔ってあんま嬉しくない。レイチェル小籔じゃない。小籔大好きだよ。いや、面白いですよね。うんこ漏らしても舞台出てるから。ねえ、もうプロ魂。俺らうんこしながら接客してるから。まあ、それプロ魂じゃない。いけよって話ですけどね。あ、マジで？本当に？ダメか。ダメ。ダメか。うんこ漏らしながら接客ダメか。まあまあまあ。この仕事してたらね、ピーピーになるしょ、なんかは。いや、でも、ちょっとね、残尿残ってちょっと湿らして接客したことはある。もう酔っ払ってるし。はい、いや、前の店の時、酔ったら代表が話長くなるタイプで、話長すぎて僕正面漏らしたことある。トイレ行きたいって言うタイミングだけど、なんか言えないよね。なんかすげえ話長い、トイレ行っていいですかって言えないよね。なんかタイミングあるね、そのおしっこ行きたいタイミングみたいな。はい、なるよね。あるっす、あるっす。まあ、お酒飲んでたら特に早くなりますしね。早くなるし、なんか大事な話、怒られる話になって緊張するから。緊張だぜ。なんか、すげえ漏らしそうな。あ、会議中とかやばいね。ミーティングとかね、会議中。言っていいもんか分かんないですしね。結果出たのか、まだ。いや、まだアンケート。まだなんか、アンケートやってないですかね。あ、やってないの。あ、結果出た。あ、俺じゃ6番。全然激しくないやん。優しいよ俺。6割もらったんだよ。すげえな。いや、これは逆にプラスって考えたらいいんすか、僕は。え、すごい。ねえ、何やろ。 0% も悲しいね。 0% 悲しいな。2人で持ってこいつ。ええ、ありがとうございます。あざーす。なんか嬉しい。何やろ、素直にありがとうって言えない。
なんか、なんやろ、友達止まり、友達止まり。なんだろうね、はい。なんだろうね。ちょっとそれ、タイム、CM 明けにちょっとそれ相談しよう。俺が勝てるランキング見つけてやるからな。1位になってやるからな、この野郎。CM なるほど。ようこそ僕のシンデレラ。今月の売上300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社員とりあえずレジェルが一人。おい、お前ら。帰っていいかも。誰が皮かぶり単勝総論じゃバカ野郎。言っていいか、大きい声で、こんなこと。マジでマジで。バカ野郎、ずっと笑って見てたわ、さっきね。なんだろう、CM、ね、大体 CM 入ると、たてんさんの番組で、なんかその、大好きな、はい、なんかね、好き放送入れて、わ、はい、ーって名前出るのに、レイチェルの話題が。CM よりレイチェルの話題が。て見てました。悪口しかなかったか。意外に M っぽいとか。トイレ意外と行かないんですよ。行かない。早い。CM 早いんで。ずっと見てますよ。トイレ行ってると思って書いてたやったら、なおさら立ち悪いですよね。マジ悪いの。めっちゃ面白いな。誤算じゃねえわ。誤算じゃねえわ。もう今からおいでよ、ナイトチームに。楽しそうなんだけど。お城。うん、レイチェルが勝てるランキング、レイチェルから行こう、それだと。俺の勝てるランキング、うん、まあまあ、今のマイナス面やったらプラス面でってことですよね。どっちも何でもいいよ。え、なんかどういう、逆に俺が勝てそうなのが苦手と思います。自分のランキングって意外とむずいじゃん。 M っぽい、 M っぽい、 M っぽい、 マイナスなんだ。もう、まあ、M っすけど、でもしないけど。いやいや、しょうがないよね。だってまだ、 だってレイチェルとエッチしたわけじゃないから、まあ、確かにね。ただ、はい、もう、誰もが第一印象 M っぽい。M っぽい。ってことは、ってことは、店の中で来た、はい、初回の子でも、はい、レイチェルの第一印象 M っぽい。うん。もう、出ちゃってんだろうね。出ちゃって、もう出るんでしょうね。レイチェルはずっと舐めてそう。ね、え、知ってる人だよね。知ってる人だよね。あ、装飾そうか。装飾そう。ないだろ、俺の見ては。ねえだろうが。やる意味ないよ、二人だけの対決だわ。今度また俺が、今度またゼロパーになっちゃうよ、俺が。またゼロパー。100パーってなっちゃう。100パーよ。いいな、勝ったじゃん、そうそう、勝ったじゃん。ね。やってみる。じゃあ、装飾そうで、やってみますか。うん。装飾。肉食と装飾。俺聞かなくても大体わかるから。大体、うん、質問もレイチェルだけでいいかもしれない。なんか、ランが俺だけでもいいかもしれないですね。ありだね。ありだね。全部レイチェル100パーになるでしょ。いやでも S、M ね、分かるんすね。誰が S っぽいかさ、結果も分かりますから、うん、いやでも僕、親父はめっちゃド S なんですよ。あ、そうなんだ。なんか、一回授業でへその緒持ってきてみたいなあって、うん、それで親にどこにあんのって聞いて、棚にあるって、棚開けたら SM グッズが出てきたんだって多分親父ド S なんですよ。そこに隠すなやっていう小3の時の疑問点があったんですけど。やばいよ、うん。逆に親父がド S すぎて、多分ド M の母親は、母親の血を受け継いだ。僕どっちかって言ったら SM ベイビーですか。SM で生まれた子供だから。SM で生まれた子供だから。すごいな。いやもう、レイチェルの初回おごりって、もう、一回初回は自分で払ってこいよ。初回ぐらいは、本当に。初回ぐらいはもう、とりあえず来てるよ。それがダメなら来なきゃいい。出たかな。出た？で、出ましたか？出ました。よいしょ。めっちゃカープって帽子になってる。カープ男子じゃないですか。あれ？あれ？あれ？25%。
もうでも、は、でもそれ中途半端じゃない、中途半端中途半端ね、ない半分じゃん、なんかリアクションしてた半分じゃん、すげえな半数やっぱ、装飾っぽく見えるんすか半分中途半端だな、え、なんやろ、この俺に伝えたんであの、どこをどう見て俺を装飾系だと思うんだもう、あの、まず入れた人どこをどう見て、まあ、いや、ゼロパーだよね、みんな予想してる、ゼロパーだと思うよ、俺もゼロパーだと思う、25%? 結構入る、俺、全国クラスのなんかテレビ番組だったら、多分もう間違いなく俺ゼロパーだと思うよね、限りなくね、限りなく、大丈夫、目眼科行きな眼科行った方がいいっすよ、ほんとすごいね、どうなんすかね、どっちの方が好きなんすかね、草食か肉食系やったらみんな、まあ、どうなんだろうね、ガツガツ来られるのも嫌いって人多いじゃないですか、まあまあまあ、いや確かに草食うゴリラもいるだろうけど、まあ大体バナナそっちの意味ね、そっちの、え、別枠、食す方、肉、肉 NG、 そこまで考え、でももうちょっとちゃんとさ、タイトル通りに行こうよ、タイトル通りに行こうよ、行き過ぎたタイトル通り、行き過ぎたタイトル通り、芸人の枠だよそれ、深読みだよ、ほんとに謎が謎を読み、うまいね、みんな番組やったほうがいいよ、ナッチューブで、うん、今度俺らここ一応番組として人いない状態からスタートするコメントリスナーだけで盛り上がるみたいな、コメントだけでどこまでいけるかみたいな、リスナー会やろうお題だけ、おっかいしよう、おっかいおっかいしよう、リスナーでおっかいしようよ、もうほんとにあったの、まあったの、すごい、うちの番組、他の番組かじゃないですかね、画像だけでやってたじゃん。じゃあ確かにやってたわ。やってたんすか、やってたわ。なんかとりあえずずっとその画像だけで。もうラジオっすね、それ。なんか面白いっちゃ面白いね。シュールなんだよね。画面だけ出てんのに動かないんだけど、ずっと声聞こえるみたいな。そう。意外とシュール。悪くないっすね、そういうの。たまたまその日、ブサイクしかいなかったんじゃないかな。映せない、映せない。映せないブサイクがいたんじゃないかなとか。逆にね。ああ誰も来なかった、今あなたの後ろにいます、怖い怖い怖い、誰ですか、オフパコしますか、なにパコつきたいねそんなに、うん、でもパコって言ってるじゃ昭和でしょ、あんまパコるって言わない、パコるって昭和じゃない、うん、ねえどこにする、ワタミ、チェーン店でいいじゃん、広いしみたいな、まあオフ会って感じですね、安いしな、カリスマでしましょうよじゃあ、大体なんかさ、こういったホストの人たちとさ、飲み会しましょうって言ったときに、大体ホスト払ってくれんだろう思ったら、お間違いだ、意外と一般人だぞ、外出たら。プライベートは。外出て、チェーン店ね、大型チェーン店の居酒屋行ったら一般人ですよ、それ。紛れる紛れる。いや、俺ギリギリあるよ。俺ね、ある。なんとかなる。うん、全然あるなる。俺ない。全然よ、俺だってもう洋服買いに行っちゃうね、やっぱいつも、ああどこに使うかって言われたら、いやなんかさ、ほら長く一緒にね、例えば指名もらってて、なんか誕生日とかなんかあるんだったらそれはいいけどさ、大体もう服買っちゃうよね、なんもなイベントだけなら服買っちゃうよ、そうですね、だって1ヶ月ぐらいでもう使えなくなるんだよ、なんか T シャツとか、そうっすね、襟元とかしてたら、あと肌黒いからもうなんだろう、襟元ちょっと黒くなってくるのよ、え、そういうことあるんですか、うん、へぇ、乗る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 、皮余ってるけど、お金はないけどね、皮余ってるな、気にしてんだよ、気にしてんだよ、誰が保険だ、いや肌のね、いや落ちるんだよ、一応こうやってやってると色が落ちてる、そうなんだ、色素みたいな、へぇ、あー色素沈着みたいな、そう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 、目の前に100万あったらどうしますか、どうすんだろうね、半分服、あ高いの買ってみたい、1枚 T シャツ10万円みたいな、高ああ高いな、仕事で着れない仕事で着れない、レイはとりあえず手術だな、じゃないわあでも鼻ならちっちゃくしたい、鼻ならでかいから、あそっか、整形とかもあ多分完全に僕いじりますね、あでもなんか聞いたらなんか5、60するって言ってたね、そんなするんすか、いやわかんない、それその人によるけど、なんか多分場所によるんだろうね、クリニックとか、あメンテとかもしないとって言いますしね、一回やったら、いや俺方形だけど、なんかこれ向いて
まあ、例えば切って、皮切って、はい、あの、痛い思いするんだったら、まだ俺、気持ちいい思いをしたい。痛いのだけで。そのけど、前から言っても、僕、俺、結構隠さないのよ。うん。ちんちん立ってもあれですよ。日本人の平均14センチぐらい。名倉です。どうも名倉です。どうも名倉です。いやいやいや。え、メンテ必要ない？メンテしたいよ。うん、やっぱり。やりたいっすよ。俺、ほっぺやりたい。はい、ほっぺとお腹。言われたことありますもんね。もし、今100万目の前が半分50だったらなんか服買いたいって言うけど、タトゥー入れたい。おー。うん。入れてみたい。ああ、俺。内側とかになんかこう、ワンポイント。ワンポイント。はい、おしゃれな。元から18センチ？まあまあ、でけえ。すごいね。18センチな、痛くね、うん、痛そうじゃないのがイメージ的に、測んな、測んな。これ20センチでちょうど。これちょうど20センチ。こんなもん？こんなもんか。そんなもんだね。はぁ、これぐらいです。でっかっ、黒い子、なんでだよ。なんで俺の顔で測んだよ。え、手首にタトゥーと、背中入れたい。あー、背中に石板。石板？だ、石板にこう、引き体の英語の字とかこう、わーって。で、大体それを言ったら、内容はどうなのって言ったら、別にそこまで考えてない。やることはないから、全然考えてないけど。やっぱタトゥー反対派の方多いんだね。多いっすね、今、多分。あ、あと女の子のタトゥーすごい好きだけど。あー、かわいいっすね。かわいい。おしゃれなやつやったらいいなと思う。ここら辺に入ってる女の子のやつめっちゃ好き。いや、エロいよそこは。いや、ここでしょ、太もも。マジっすか。加納美香さんはここにバタフライあるらしい。バタフライあるらしいっすよ。ここにバタフライ。ほんと夜の長女やん。夜の長女やねん。すごいね。もう1分前。あ、早いっすね。俺ワボリが苦手だからな。あ、僕もワボリ。はいっすね。なんか怖いイメージしかない。なんか、あ、1分前、なんか告知あるっすか。イベント、7日に、七夕で、ちょっと、内装入ります。2日からかな。で、その2日後に、バトルロワイヤル。バトルロワイヤルっていう、まあ、チームごとの、ちょっと対決みたいな。対決みたいな。で、あと、ちょっと日にち、まだ、まあ、ちょっとまだ、ちょっとまだ、わかんないですけど、あと、ジャンフェス。ジャンプフェスだ。みんなコスプレ、ジャンプの出てる、ね、コスプレするんで、結構本格的に。宣言します。で、9日7日か。7日は、浴衣着ます。浴衣、あ、で、浴衣で来てくれた人には、サービスがあります。サービスあります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。